はいどうも、ビバです。先日発売されたこちらのジェックスさんのグラスアクアリウムキャンドル、めちゃめちゃ可愛いボトルアクア用のガラス水槽です。先日こちらの紹介動画をアップしたんですけど、せっかく空っぽの容器があるので今回はある実験をしたいと思います。何の実験をするかというと、今こちらに並べている4つの小さなフィルター、これらをボトルアクアで使うとどんな感じになるのか、それを比べてみたいと思います。まず1つ目はこちらのジェックスさんの新商品ピコロカ。こちら詳しいレビューは前回の動画で行っているので、そちらを見ていただきたいんですが、これは底面フィルターとしても使えて、これを外すと小型のフィルターとしても使うことができます。これモーターだけに見えるんですけど、この中に申し訳程度にスポンジが入っていて、一応物理ろ過、生物ろ過できる仕組みになっています。本当気休め程度だとは思うんですけど、こちらはネット通販で買うと3000円ぐらいします。ちょっとお高いイメージですね。そしてこちらは日装さんのコンパクトパワーフィルター。コンパクトとはいえ、今回紹介する中では一番大きい、ダントツで大きいですね。手のひらサイズ。ただ今回使うキャンドルというボトルアクアが背の高さがあるので、これも使えるんじゃないかなということで比較対象として入れています。これは光触媒で苔を抑制、あとはここにカートリッジ式のフィルターが入っていまして、中身はこうやって取り出せるので、いろいろとカスタマイズのしやすいフィルターだと思います。例えばこの中にバイコム、バフィー入れてしまうとかね。こちら一番下につけるカートリッジなんですけど、この中にもスポンジとかロザイとか流量調整などもここで簡単にできるようになっています。こちらも DC モーターを使っていて、ネットでは2500円から3000円ぐらいで購入することができます。そしてこちらは同じく日装さんのマイクロパワーフィルター。こちらはこの小ささが特徴だったんですけど、ピコロカの登場により、サイズの小ささで言うと、どうでしょうね。その座を譲り渡してしまったかもしれない。こちらは下の部分がカートリッジになっていて、飛んでった。この部分がカートリッジ。この中にスポンジとかろ材が入っています。ここで流量調節ができます。本体だけで言うと一番ちっちゃいかもしれないですね。これも DC モーター採用で、価格は2000円前後で購入することができます。最後に紹介するのがこちらのテトラマイクロフィルター。こちらもとても小さなサイズのフィルターですね。これはこの部分がフィルターになっていて、ちょっと中のスポンジ捨ててしまったみたいなので、購入時とは構成が違うんですけど、この中に粗めのスポンジと何かが入っていて、一応フィルターとして使うことができます。こちらは先ほどの3つと違って AC モーターを使っています。なので若干音がうるさいかもしれない。こちらはネットでは800円900円で買えるので一番安いですね。一つ持っておくといろいろと便利なフィルターです。サテライトにね、これで水流を送ったりすることもできます。以上、この4つの小さなフィルターを使って、先ほどのボトルアクアに設置したらどんな水流を生み出すのか、それを比較してみたいと思います。それではやっていきましょう。それでは実験やっていきます。まずこれはジェックスさんのグラスアクアリウムキャンドル。初めて水入れたんですけど、なかなか綺麗ですね。そしてこの中にフィルターを入れて1個ずつ水流を見ていくんですけど、この状態だと水の流れがどうなってるか全然わかりません。なのでこちら、この角砂糖を入れていきます。これは皆さんご存知かと思いますが、黄昏アクアさんがよくやられてる手法ですね。メラミンスポンジを細かく砕いたもの、これを水槽の中に入れて水流を見ることができます。黄昏システムですね。トワイライトシステムですね。黄昏アクアさんのチャンネルは動画概要欄にリンク貼ってるので、まだ知らない方いるかわかんないけど、ぜひチェックしてみてください。すごい面白い比較検証動画とかもやられてるので。ちなみに今回は無許可でパクりました。じゃあこの角砂糖を入れていきます。気持ちいいですね、これね。沈まないかなと思ったんですけど、すんなり沈んでくれていいですね。なんか、あれじゃん、これ。あの四角いゼリーがたくさん入ってるやつ。あれ美味しいよね。よし。じゃあ、これで準備は OK ですね。ではまず一つ目、テトラのマイクロフィルター。これはもう昔からあるフィルターなのでお世話になってる人も多いはず。じゃあこれを実際に使用を想定してここら辺につけましょうか。これでスイッチ。オン。あ、ちょっとね、今真上に排水してるので、ここら辺すごいですね。ちょっと噴水みたいになってるけど、あ、動いてる動いてる。メラミンたちが動きましたね。これはかなり強いですね、水流ね。
30キューブとかで使うとまあそうでもないんですけど、さすがに4リットルのボトルワーカーだと水流強いですね。グラスがこう円形なのでいい感じに対流してすごいワッサーってなってる。あ、これは強いね。続いて日装のコンパクトフィルター。コンパクトフィルターはでかいなこれ。ちょっとじゃあ実際の使用を想定してここら辺につけましょうか。これもヘッド部分今上に放水するタイプにしてるんですけど、横に放水するヘッドもあります。これはオプションパーツが同梱されています。じゃあスイッチオン。おお、泡が出て、今ね上ちょっとこれ後で別映像で撮りますけど、水流はね結構穏やかなんですよね。この大きさでさっきのテトラより全然穏やかです。そしてメラミンの動きを見てみても結構穏やかかな。よし、動け動け。今水流上に行ってるのでこう回ってるはずなんですけど、それでもメラミンたちはあんまり動かないですね。これだけ手動で動かしてもそこまで回らないですね。ただフィルターの存在感がすごいですね。フィルター買ってんのかって言われそうですねこれね。そして個人的には結構楽しみな日装のマイクロパワーフィルター、こちらはもう皆さん噂で聞いたことあると思うんですけど、これをつけるとどんな水槽も洗濯機のようになるという恐ろしいフィルターです。こんなちっちゃいのにね。じゃあスイッチオン。おい、おお、ちょすごい。これはさすがにすごいな。もうすごいパレードが始まった。やばいですよねこの日装のマイクロパワーフィルター。いや綺麗綺麗だけどこれね大変だよ。こんなのに魚とか水草入れたらもうねじれツイストドーナツだね。これはさすがにこのままではボトルに使えない。以前ちょっとしたアイテムを使ってこのマイクロパワーフィルターの水量を弱めるっていう方法もご紹介してるので、合わせてそちらの方もご覧ください。そして最後本命ですね、新発売のピコロカ。こちら今ベースフィルターは外しています。なのでこのままこんな感じで底の方に設置したというイメージで見ててください。ではスイッチオン。泡が出て、あら、ほとんど動かないですね。水は出てる。一応これ流量最大でやってるんですけど、めちゃめちゃ水流穏やかですね。今底の方ではちょっと動いてはいるんですけど、舞い上がるっていうわけではなくって、ほんと水を回してる感じ。これは全然水流穏やかでいいかもしれない。ピコロカの塗水量はこんな感じです。今最大流量だと思うんですけど、すごい穏やかですね。最小にしてみましょうか。これで最小かな？すごいちょろちょろ。これならなんかテラリウムとかでも使えそうな感じですかね。これはやっぱり小型水槽でも問題なく使えるように設計されてるんでしょうかね。そして日装のマイクロパワーフィルター。これをちょっとね、水面に出すのが恐怖でしかないんだよね。今水面ギリギリ下なんですけど、ちょっと出しますよ。おお、なあやーば、これほんと何なんだこれ。よくこの小ささでこのパワーを生み出しましたね。これはね、さすがにボトルワーカーでは使えないですね。こちらは日装のコンパクトパワーフィルター。これはサイズ的にボトルワーカーでは使いづらいかなと思うんですけど、一応流量はチェックしてみましょう。今真上に水を出すパーツをつけています。これが今水面に出てるんですけど、どうですか？すごい穏やかなんですよね。このサイズでこの水量だと、これはこれで色々使い道がありそうですよね。ちょっとボトルワーカーには大きいので難しいですけど、面白いフィルターだと思います。こ
こちらはテトラのマイクロフィルター。見ての通り結構水面ざわついてますね。これをどのくらいの水量か、水面に出てる状態で真上に塗水してて、結構緩めの噴水のように水が出ますね。水量が結構多いのかな。穏やかではあるんですけど、ボトルアクアで使うには結構厳しいかなっていう勢いです。この小型水槽でこの水量合う魚はいるのかな。はい、というわけで今回はボトルワーカーに使えそうな小型のフィルター4種類、実際にボトルワーカーに設置して水流の比較をしてみました。今ご覧いただいているのはピコロカを底面に設置して、流量は最大で突出口は上向きにして稼働させている状態です。実際停止を入れるともうちょっと水流は弱まるかなと思うんですけど、空っぽの状態だとこのぐらいの緩やかな水流生まれています。今回の比較で使ったマイクロパワーフィルター、あの洗濯機状態になる小型のフィルターなんですけど、あれは LED 用のディマースイッチっていうのを使うと水流調整することができます。過去に動画でアップしてるのでそちら見てもらうのが一番早いんですけど、今ちょっと面白いアイテムを注文してるので、そちら届いたらまた別動画でご紹介したいと思います。気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。